それ。なんで内股なんだよ。かわいすぎ、かわいすぎない？ボケとツッコミやん。なんか本当に千鳥みたいになってない？やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうもこんにちはーす。ちょっと見てない動画が何個かあるんで見ていいですか？これゼタの Vlog が楽しみにしてるんだよね。配信でいつも見ようと思っちゃうんだけど、思ってるんだけど忘れんだよな。うわー、ビリヤード合うこの人。あトレーニングルームもあるんだ。これだってこれで。これ10です。11。これ11です。10.8。読み上げなくていい。なんで内股なんだよ。なんか密着。前これ密着取材。密着取材ですよこれ。言ってない言い方多いよ。休憩さよなら。あと何この人。ちなみに今7回目くらいです。終わったし、終わったし。ゼタではあるんだけど、ジュニアチャンネルじゃん。違うだろって。あ、太陽くんとのもあんじゃん。ん、太陽くんってチーム入ってんの？太陽くんってゼタだっけ？第1回東京ヌーブ始まります、始まります。どこどこですね。高校って歩くんですよ。あ、そうなんですか。侍の歩き方らしい。はい、あ、はいはい、なんか聞いたことあります。だからこう両方同時に出して着物が崩れないようにするっていう。そうですね。昔江戸って呼ばれてたらしいですからね、東京は。今は無理ですけど、全然ギラギラにしまってもこの辺りも洗剤引かれてる。洗剤ここで買うの？結構トライだな。ブリンブリンで行って参りました。これですね。これちょっと気になってました。どうですか？うわ、太陽色だな。ザ太陽って感じするな。これがね、でかいのがあればな。え、これはちなみに派手メーターで言ったら、これで、ね、派手メーターで言ったら、まあ5マックスだとしたら、これ4くらいあるんじゃないですか。もう色が結構もうド派手ですもん。これ最近派手メーター落ち着いて、はいはい、ブランドのね、ブランドの私服は。え、これ可愛くないですか？結構最近だって落ち着いた方かな。これいけます？これ生地が結構伸びなくて、あ、首が入る。あ、ね、首がね、ちょっといいですか？ね、これね、通らないですね、これね。あら、はい、そんなことある？じゃあ入らない、はいはい。なんか笑ってる。ちょっと気になった。いや、なんか見たことないです。怪しいなと思って。これ紐はこれでいいんですかね、着こなしとして。いやもう、そうですね、紐これでいいんですか？それだったり、まあ、結びたかったら結んでもいいんですけど、はい、あの紐がなんかあまりにもしっくりきてないな。あ、そうなんですか、紐が有名？有名？このズボン、このズボン。階段登るときにちょっとコツが必要ですね、これ。これ慣れが。慣れが必要ですね、これ。まだ。ルークロブスターですね、俺はこう。あ、すみません。すごいね、太陽くん、こんなところ行ってんの？そう、ロブスターグリドチーズ。君はすごいな。お願いします。なるほど。1580円の、はいはいはい、なるほどなるほど、すごい。あ、こうやってお、うん、ロブスターだ。もっとくれ。いかついエビの味しません？うわー、もっとくれ。大丈夫、こいつ絶対強かったなっていう味。うわー、いかついエビの味しますね、これ。あ、いける気がする。食レポか。食レポ、食レポ、食レポさんに転職しますか？いけてねーよー。いかついエビ味と、そうよくいかついエビ味の感想からいけてるかもしれないって言えたな、お前。まあでもなんか、まあ、チャレンジしつつも自分のスタイル。かわいすぎ？かわいすぎない？ちょっとさすがに。ボケとツッコミやん。なんか本当に千鳥みたいになってない？
むずそうだな。ゲーマーロケむずそう。あれないの、あれ、ラズ Vlog、 ラズポーランド1日もあんじゃん。そう、まあこの動画が出る頃にはポーランド行きが発表されてるのかなとは思うんですけど、ポーランドは初めてで物が安くて、でなんかヨーロッパの中心に近いからサーバーとかもね問題なく練習できそうです。すごい楽しみです。この機会を用意してくださったゼータさんにはマジで感謝です。目がクリクリしてんね、この人。こんにちは、今荷物検査終わって、主人公みたいな髪型してんな。こまめに撮るなと思ったそこのあなた、僕もそう思います。ラズさん見てから X 式見るとなんか本当ムチッとしてんな。はい、ポーランドで着けました。日本出たのが10時ぐらい、イスタンブール行って、ポーランドのワルシャワに着いたのが、ポーランド時間の朝10時なんで、18、17時間ぐらい、乗り時間がかかったんかなと思います。お疲れ様でした。朝10時なんですけど、早く、近く所に行って、シャワー浴びて寝たいですね。どこかっすね。ちょっとアイスランドを見やる。嫌なものが。ラズさんが見たいんだよ、景色より。なんでなんだ、いつもカメラ他の人に持たせろ。いいんだよ景色だ、それそれ。ジージャン似合うな。すげえいい天気。うわ、かっこよ、この人。シュリンプハウス、シュリンプハウス、うわー、うまそう。カリッシュリンプとミックスボックスみたいなの買ったんです。食いすぎてね、結構そんでもない量してます。エビの天ぷら、めっちゃ美味しい。すごいね、これ。これサバじゃない。イメージとは違う。今これつけた。いや、こっちつけた。あ、じゃあこれ。チリソース。ネギも乗っかってる。ソースだけでこうしてやんの、贅沢すぎんだろ。あれなんだ、結構辛いよ。一番右。どう？めっちゃうまい。だろうなマジうまい。めちゃめちゃハワイ行きたなってきた。ほぼアヒージョになる。出た、食レベル。しょうがないやろ、プロゲーマーやぞこの人たちは。別にそもそもエンタメに振らなくていい人たちや。マジマジ。なんかハワイの Vlog 見るか。ハワイ Vlog。 今回の目的地はハワイホノルルです。成田エクスプレスは高速でガタガタ頑張っていますが、いろんな、まあ、その鉄道とか飛行機とかの利用してる人、ファーストクラスとかエコノミーに乗ったりして、実は飛行機の出発の6時間ほど前に来ています。何でも出てくる無料のラウンジ、それを6時間も満喫しようということで、貧乏根性丸出しですね、全部舐め尽くすように味わったわけです。いや、舐め方のくせ。ここで出たものはもうちょっといろいろ、もっといろいろあったんですけどね。それにつきましては、スーツ交通チャンネルの方でご紹介しようと思います。また後日動画出しますんでね。それで降りるときに私の前の席 1A 席に座っていた女性に声をかけていただいたんですが、ちょうどそれからですね意気投合しまして、出国審査とかも受けて、そして、目的地は、ワイキキの方にあるホテル、なんていうホテルですかね、聞いたらですねトランプインターナショナルということで、なんと同じホテルだったんでちょうどいい。一緒にタクシーを割り勘で移動することになりました。ホノルルの中心までタクシーだいたい40ドルぐらいかかるわけですが、私はですねその半分20ドルお互いに割り勘だったんですね。チップそういえば出してもらっちゃったのかな、すいません。チップも本当はね払ってもらいたかったんですけど、そして私はもう一人でハワイに来ていますナンパした女の人にチップ払ってもらおうとすんだ。せっかくのバカンスだし、連絡先も交換させていただきまして、そして後でじゃあ何かよかったらお食事でもまためっちゃいい旅行してるやん。後ほど声をかけていただくで、行きの飛行機でナンパ成功して、ホノルルの街中ホテルが同じ、着いたホテルはこれです。そんな夢みたいなことある。トランプインターナショナルこっちがドキドキしちゃうわ。朝の11時ですが、一緒に夕食を食べるんですけどいかがですか。おい、嘘だろ。ぜひぜひホイホイとついていきました。ステーキハウスです。美女2人を目の前に、ここでステーキを食べると、なんとも私の人生で滅多に経験しないようなことになりました。羨ましすぎる。よくわかりませんので、そんな海外旅行あるか。乗ってるような方ですから。マジでエロすぎる、まあすね、エロすぎる、やばい。本当にね、だからすごい方とご一緒させていただいて光栄感な限りなんですけれど、しかもさ大きいステーキですね。エコノミーで会うんじゃないんだよ。ね、そう簡単にはなくなりませんでしたよ。ファーストクラスで美女と会うんだよ。幸せな感じがするでしょ。その美女から連絡が来て飯を食いに行くんだよ。一口というかハワイとかどうでもいいじゃん。そんな大きなっていうかね、こう塊からなんだ
でですね、こういうふうに寝たわけですけど、今時刻5時28分ですね。本当に何もしないで寝てる。全然眠れなくて、もう仕事が多すぎて体がおかしくなってるから、本当に何もしないで寝てる。ダメなんですよね。あー、睡眠できませんでしたね。朝になっちゃいましたんで。逆難されて11時寝て5時起きかな。おー、なるほどね。自動水やり機、これなんだ、スプリンクラー。おかげで道はびしょ濡れで、まあ、上を歩けば私の服もです。うわうわうわ、結構本格的にびしょ濡れになったぞ。あー、こんな濡れちゃってバカだと思われるだろうな、これ。しばらく歩いてワイキキビーチに来ました。ハワイらしからぬすがすがしい朝風に吹かれ、ところで私もここへ来てやらなければいけないことがあります。ちゃんと持ってきました。エッセンシャル財務会計、大学の宿題がたくさん残っています。ちゃんとねやってるんですよ、こういうのね。今度は固定資産の減損についてプレゼンをしなければいけないので、黙ってくれ、黙ってくれ。1日間ほどだから勉強しました。その後パソコンも持ってきましたんで、広げてメールの返信とか、いろいろと仕事をしました。これ景色と音声別の動画なんか。こんなところでね、革靴に、スーツ着てそれ仕事なんかするなと、まあ、もしかしたら思う人もいたかもしれない。これ動画に向き用してる、これ。しかし素晴らしい環境でいかがでしょうか。ちょっとテンポがそれにしては忙しくなりすぎて早すぎましたかね。皆さんのお叱りのお言葉などをすべてまた反映させたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。ありがとうございます。いや、俺お叱りは編集内容じゃないんだわ。そんなチャンスに何もしない男がこの世にいたのかって話や。信じられない。 YouTube 的にもおもろいやろ。